それではこんばんは。こんばんは。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます、いよいよ2016年というね、はい、今年は平成でいくと、はい、28年になっちゃったんですね、はい、いつの間にか、はい、また一つ年を取るということで、はい、そうですね、また今年、はい、今年は早かったですね、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、お正月はどうでした？どんな過ごし方を？毎年豊川稲荷に紅白終わった後、ああ、そうですか。家族の前に乗って、はい、行かれました。初詣行くのが賑やかくて、ね、そうですね、寒かったですか？寒かったです ね。私は実はですね、不届き者で、はい、地元の神社にお参りに行っただけで、これからまたね、日を改めて行こうかなと思っておりますけどね。まあ、去年もね、本田さんとはこの夜の写真館ということ で、 そうです、ね、はい、途中から、ね、大役を仰せつかりまして、はいはい、ここまでなんとかやってきたんですけど、ね、はい、新しい年を迎えました、はい、気持ちも新たに。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、お願いします。はい、ということでですね、本夜は、はい、夜の大人写真館、はい、第19夜ということでね、はい、数を重ねてまいりまして、今日もまた素敵な、ね、場所をお借りしております。はい、ご紹介したいと思います。はい、ここはですね、まあ、一般的に言うと向山のあれですよね。そうですね、その文化会館、文化会館すぐ近くにある、まあ、公園隣にございます、通りが一本あるんですけど、この道をまっすぐ行くと、まあ、東高校の方へ行く、そうですね、仏像にある、TT カフェというね、はい、名称のお店なんですけども、普段はですね、タイ料理、ね、それもヘルシーな、タイ料理、タイのハーブだとかですね、はい、手作り料理にこだわったそういった、まあ、お店をやられているそういったところで、時々ここのですね、お店を使って、まあ、音楽のイベントだとかそういったことまで、されておるということでございます。ちなみに私もですね、ここのお店の方に非常にお世話になっておりまして、はい、実は結婚記念日の食事なんかああさせてもらった、そんなね、お店なんですけどもね、とても素敵なお店を今日ね、ご提供いただきまして、今日の収録になっておりますね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、はい、先日というか去年、はい、去年のあそこのシニアカーニバルにも出店していただいて、カレー食べました。カレーカレー、はい、小学校3年生の息子がお腹すいたということで、はい、辛いかなと思ったんですけど、グリーンカレー、グリーンカレー、ね、はい、私も大好きで、はい、食べました。それとここのベスト3というのがありまして、はい、2番目はですね、このタイ風焼きそば、タイの焼きそばなんですけど、はい、それをね、パッタイ、パッタイ、パッタイって言うんですけど、はい、ピーナッツもちょっと入ってるね、米粉の麺で作られた焼きそばなんです。それも美味しいですよ。あとはまあ昼間が来るとテーブルにですね、パーンとこうやってですね、ランチプレートが、はい、まあ、届きますので、そういったものもね、食されるといいかなと思いますので、はい、よろしくお願いしたいと思いますね。はい、まあ、そういったことで今日はですね、はい、TT カフェさんでね、はい、開催ということで、今日ね、楽しく過ごしたいと思いますので、はい、今日もよろしくお願いしたいと思います。さてですね、カメラのお話なんですけども、すごいですね。すごい。なんかここに置いてあるのが恥ずかしい。なんかすごいですね。すごいですね。EOS の 7D ですよ。はい。ね、レンズもすごいです。18から200まで。口径もすごい、F 値も高い。非常に高いレンズですね。それからこちらがペンタックス、ね、MZ、トーマル、ね、ビギナーの皆さんにもぴったり。それからこれはオリンパス、オリンパスですね、ミラーレスペンですね、はい、非常に女性に人気のあるカメラということで、こういったカメラを駆使して写真を撮られる方を今日、そうですね、今ちょっとヒントがね、
女性が使うカメラ、そうですね、ちょっとそのヒントが、女性は、ね、はい、素敵な女性をね今日ね、はい、お招きしておりますので、はい、ご紹介しましょうか、今日のゲストですね、はい、中上雅美さん、はい、こちらでどうぞ、はいはい、どうぞ真ん中の方へ座りください。はい、今日は新春にふさわしい服装でね、いただきましてありがとうございます。改めまして新年明けましておめでとうございます。ありがとうございます。中上さんですね、私も中上なんですよ。タカと言うんですけど。そうですよね。私、はい、名刺交換したんですけど、いつもタカさん、タカさんって。そうですね。はい。ね。で、てました。中上さんは、いの仲間の中に神様。で、私は、ただの真ん中に神様。ということでですね。中上さん、非常に親近感がある。ね。方の笑顔が素敵ですね。ね、ところがどっこいなんですよ。カメラの話をしたらですね、止まらない。止まらない。カメラと男の話をしたら止まらない。いやいや、カメラって犬です。あ、犬の話。犬の話。はい。ですね、ご紹介を、まあ、させていただきたいんですけども、ピアニシンという、はいはい、雑貨をですね、雑貨店を。まして、まあ、毎日使うだけでなくてですね、眺めたり、そして、まあ、癒しになるような、まあ、そんなような、雑貨を提供したいなということで日々頑張っておられる。ハンドメイドの、そうです、そうですね、9割型ハンドメイド、はい、1割ぐらいはちょっと仕入れないんだ、はい、でですね、ハンドメイド、またかわいいご自身にちょっと言ってもらいましょう。マミリと申します。マミリさんです。そのマミリっていうのはどこから、自分の名前がマサミくんですけど、最初ブログを始めたのがもう8年前ぐらいなんですけど、はい、その時は、マミリンバっていうハンドルネームだったんですよ、はい、でもみんな長いって言われて長すぎるで半分ちぎれちぎれそしたらそのままマミリンです、はい、マミリンじゃなくてマミリンです、ね、そんなに可愛くないです可愛いリで止める感じです。リで止めるところがまたね、素敵ですね。はい、まあ、その中でですね、まあ、ハンドメイドのワンちゃんの服なんか、はい、カメラというワンちゃんということで、はい、手掛けられておられまして、で、ネットショップであったとか、まあ、僕もなんか大人気、大人気ということで、売れて売れてしょうがない。本業はそちらですもんね、カメラは趣味。違います、本業は別、ああ違うです、どれが本業かなって感じなんですけどじゃあ私のからバラします。はい、実は音楽家でもあるんですね。ピアニスト、それはすごい、そしてすごい、ちょっとチェロの奏者、それはもっとちょっと、それでですね、最後に言いますけども美容師さん、そうです、美容師さんのお仕事も歌ったと、今なんと言いますかね、とにかくすごい人、すごいですね。テレビもそうですね。それでこれのカメラですから、ね、僕らはどうしましょう。ね、2本買われたのが最近だという。このちっちゃな1個で頑張ってる僕もいますしね。はい。まあそういったことでですね、そんな傍ら、はい、毎月、女子カメラマン仲間との皆さんと一緒にですね、毎月まあ。日本中を旅しながら独自の世界観で、写真を撮り続けておると、まあ、そういう、非常に活発なですね、中上さんなんですけども、なんか一番初めに撮り始めたのはなんかまだお子様の写真撮る、あ、そうです、子供ですね、フィルムのカメラで、あ、フィルムの頃ですか、うん、フィルムの頃ですフィルムのカメラ良かったですよね。そうですね、あの頃って本当にマニュアルで、うん、自分でこう構図を決め、ピントも自分で合わせ、うん、そしてこうシャッタースピードと絞りをこう決めながらパシッと、うん、勉強になりますね、ね、うん、で軽くていいです。そうですね、脳みそ入ってないのでなすごく軽いです。私もどちらかというとフィルムのカメラ今でも好きなので、うん、なのでその辺では、うん、マミリさん貴重なのでね、フィルムは、ね、ですよね、そうなんです、
、私はなので、あのフィルムが一時すごく流行って、まあ3年ぐらい前ですけど、そのはい、カメラ女子の間で流行った時に、はい、東京に自由が丘に5回カメラっていうお店があって、カメラ屋さんっていうか、まあ、あの現像とかもしてくださるんですけど、そこが、カメラ女子御用達のお店で、そこにフィルムを持っていくと、うん、あの今風の色にしてもらえるっていうんで、あのいつもそこに送ってました、ね。郵送して、そうです、あのたまたま娘が東京にいるので、あの行った時に持ってって、であの送ってもらう、シデロムにして送ってもらう、そんなこともします。子供さんの成長を撮り続ける中でワンちゃんに出会うわけです。そうです ね、そう、子供が相手をしてこんなくなるんです。で、犬を撮りながら、あの先ほどお話に出てた犬の服なんかもイメージなんかもそういった時にこう分かる。そうですね、やっぱり写真、犬の写真を撮ってブログに載せるじゃないですか、はい、でその時になんとなくやっぱり被写体なので犬が、はい、あのちょっとお洋服着せたら可愛いかな。もともとハンドメイドが好きだった。であの知らない間に犬服に転向した。僕も犬が好きで、チワワを長いこと17年ほど飼っとったんですけどね、まあ、4年ほど前に亡くなっちゃったんですけど、冬だと可愛い服を着せっこなんですね。買えると結構ね、高いんですよ。犬の服を買うより自分の服の方が安いって島村で買っとけばどやすいぞ。そうです、耳が痛いんですけどね。まあ、そこは手作り、手作りですけどね。またあの、長野さんのお店にもですね、宮西も、はい、新名所ですね、はい、あの皆さんね、お出かけいただけると非常にあの可愛らしいいろんな講座とかね、置いてありますので、あの楽しみにしていただけたらなと思いますね、はい。で、犬の写真を撮りながら、最近ちょっと目覚めたというか、最近ちょっと狙ってる被写体というのはいかがですか。ポートレート、はい、あ、ポートレート、うん、かなと、うん、かなと、はい、それはヒヒヒだってこれですか、これですか。あの女の人の、女性から見た女の人 の、うん、その男の人には見えない部分も撮りたい。難しい難しいです、すっごい難しいです。本田さん、はい、女の子、そうですね、私なんとかと秋の空とか、ね、女性のスタッフいっぱいいますので、ちょっと難しいですよね。ちょっと壁にぶち当たったら仲良くするので。ああ、そうですね、ぜひぜひ。それいいかもしれないですよ。でもね、女性には大きな壁があるのです、なかなか男性では乗り越えられないのってありますから、絶対仲良くていいと思うんですよ。宮西も行けから。ね、はい、そうですね。癒されながら。はい、そうですね。毎年、うん、あのテーマを決めて、はい、今年は何を撮るのを、うん、あの力を入れようとか。でもそれ1月に。そうです。ちなみに去年はポートレートです。ああ、そうか。で、ポートレートが、あの、うん、思うように撮れなかったので、はい、もう初めてですけど、あの2年連続とか。じゃあ今年もポートレートバージョン2という。そうです。仲間入れてください。男子禁制です。ああ、そうなんですか。男子禁制。そうなんですか。男子禁制です。じゃあ服をちょっと変えてダメか。でもね、その女性の持ってるやっぱり素晴らしさというか、中身というか、ただ映すだけじゃなくて、その中に潜んでるまでこう、おそらく狙ってると思うんですよ。不思議なことなんですけど、すごく不思議なことなんですけど、女性、まあ、あの赤ちゃん産んだ方ならば、あのよその赤ちゃんでも泣くと母親の顔になるんです、うん、その瞬間に自分の子でなくても赤ちゃんを抱くと母親の母性とかになるとか、そういう瞬間だとか、そういうのを撮るのが好きです。なるほど、男にも分かんないと思いますね。男はおーよし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 って泣かれたら、お母さんお母さんってですね、それ終わりですね。それ、あの、例えば、うん、泣かれておるってなるじゃないですか、うん、ね、例えば
自分の子供でなってもちょっと楽させて、はい、抱いた瞬間に、うん、女の人は母親になってそれあとそれと、うん、まあ同等ですからあんまり私色恋沙汰は取らないですけど、うん、あの同等で、うん、あの女の人でもやっぱし色、うん、気になる男性のいる前では、うん、女性の顔、うん、もうそれはね全身母性もそうですけど、うん、もう頭の先から足の先までも声のトーンから全て変わる深いちょっと新年早々なんかすごいいいお話を聞けたな暑いですね。待ちください。ね、外は寒いですね。外は寒いですけど、はい、暑い話で。そういうもんなんだ。いいですね。そういうとこ撮りたいですね。なかなか男の人だとつかない。まあ多分男性同士でもうそういうとこあると思うんですよ。はい、あの女性じゃ分かんない、うん、この男性の姿とかね。だけど女性にしか分からない女性の姿を撮りたいです。これはなんか油ぎっしゅな男にでき。安いですよ。私はクリームなんですね。タカさんはエネルギッシュ、油ギッシュですけど。そうですか。まあ、そういうテーマを持ちつつ、ね、そうですね、新年を迎えられたということで、はいはい、せっかくですのでね、ここに今日も写真を持ってきていただきましたので。ポートレート一枚もないですね。そうですね。すいません。まあ、彼も作品集で。そうですね。ちょっとご紹介いただいて、はいはい、行こうかなと思います。並び方に、はい、これは、先日、情報誌の、表紙を撮らせていただいたときに、ちょっと、まあ、それとは違うんですけど、うん、ストーリーがこうずっとあって、あって手前から順々にボケさせて、一番最後をボケさせた写真が一番自分らしいかなと。一番後ろを、あ、後ろに、ピント合わせた写真が一番自分らしいかな。だからこの隣の写真は真ん中にピントがあって、でこの辺の写真は手前にピントがあって、なるほど、ピントを少しずつ少しずつずらしてきた最後の写真。最後の写真と、うん、すみません、お名前忘れちゃったんですけど、フローリストの方が行けてくださったんですけど、あの田原の室内です、2階ですね、うちの店の、うん、セット用の、床を使って、うん、当たってないです、うん、ね、そうです、はい、花が多いですね。ちょっと今気づいたんですけど写真のこの裏はこれも手作りなんですか。これ写真を A4 のこういうパネルがあって、ペロ、プロって貼るのでちょっとずれるんですけど、まあ正確なテーマです。すごく繊細なんですけど、これ今日の日のために用意して来られたのかなと思いつつ、あ、違います。そう、こうやって貼ってお店に飾ったりとか自宅に飾ったりとかしますね。この柔らかい色がいいね。これは、コスモスですけど、コスモスですね、はい、作家様じゃないですかね。違いますか。そうですね。失礼いたしました。そうですね。ティーティーカフェさんから、はい、差し入れを。ありがとうございます。はい。ティーティーカフェさんの方から、飲み物をね、いただきました。ありがとうございます。タイのジュースですか。タマリンドですか。なんか入ってますよこれ。TT カフェさんの特別ジュースのこれタマリンドって言って、これです。豆ですか。豆ですね。こんなちっちゃな豆なんで、これ見えますかね。おたまじゃくし。今それは私言おうかなと思ったんですけど、新年早々ちょっとこれリアルすぎるタマリンドって言うんですけど、これを割ると。この小さいものでいかないですか。あけび。あけび。そのようなイメージですね。いただいていいですか。これそのまま飲めるんですか。これ飲みます、はい、これね、美味しいんですよ。あ、美味しい、あ、美味しい、美味しいですよ。
これだったらね、こんなにしない。何回か見たこれ首の裏にこういうとこに飛行機とかのことしてる。そうそうそう、角にも、角にも、私じゃこう鼻に。ありがとうございます。いただきます。ごちそうさまでした。ね、TT カフェさんのお話ですね、差し入れをいただきました。タマリンドジュースということで、ありがとうございます。こちらから、抽出された、はい、タマリンドジュース、僕ね、3回ぐらい飲んだ。はい、タマリンド、はい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 、まずはですね、コスモスまでお話が進みました。はい、じゃあこちらの方でしょうか。これが、なんていう花でしたね。夏によくある花。夏によくある花。それだけ私に聞かれてもね、ちょっと。もっと本当は鮮やかなオレンジなんですけど、うん、南国系の色なんですけど、うんうん、あんまり好きではないので、そういう色は。太陽を真ん中に入れて、フレアっぽくして。眩しくなりながらも、目固めつぶりながら撮った写真。目を固めつぶりながら。そう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 、絞りは開けっぱなしだぜ。そう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 、感じ。どちらでこちらは？これは、はい、その辺の、ですか、違う、サービスエリアだと思います。サービスエリア、うん、サービスエリアに、また犬の話になっちゃいますけど、毒なんだ今。あ、そうですね、増えて、はい、上郷だったかな、忘れちゃったんですけど、で、その毒なんの入り口にこうちょっとつる性になるものなので、うん、本当に夏です、ね、夏です、そうですね。でも9月になってたかな、もしかしたら、そんなとこですね。はい、ありがとうございます。これは私ね、はい、見覚えあります。これはね、言っていいですか。いいです。これは京都です。京都です。もうこの水郷はね、南禅寺です。南禅寺です。どうしても行きたくて、一番南禅寺のね、奥にあるんです。うん、水路閣ですね。はい。ここはね、私も行ったことがあります。でも雨で、はい、傘を差しながら、首からカメラを3台下げ、カメラで傘を差し、実はいつ5月です。5月は、それで若いの、うん、そうですね、新緑ですね。新緑の感じが、本当はもっと暗い感じなんですけど、うん、もう開けてますね、これは。そうです、飛ばして、あとこの、うん、フィルムを被して、絵画のようにした。今までの写真をちょっとちゃんと見てると、意外と、うん、絞りが空いてる写真が多いかなっていう感じしますよね。うんうん、時々こういう写真、ああ、時々雰囲気が変わって、時々くっきり、あ、ごめんなさい、くっきりした写真、スペース、これは庭です。お庭ですね、はい、中野さんのお庭、よそのお庭です。でも、グリーンが綺麗だったので、サビ感とか、サビっていうね、ワイヤーのこうずれてる感じとかね、こっちがこうヒュイーンってこう巻くじゃないですか。そうですね、うん、その感じが、うん、って何の変哲もない写真です。いや、写真は人それぞれです、ね、時々こういう写真を撮ったりしますね、はい、はい、ありがとうございます。で、私がとても好きな写真が来ましたよ、ついに。これです。こちらですね、北海道美瑛です。北海美瑛ですね、うん、でも、美瑛に行ったのが、あ、ごめんなさい、確か美瑛も、5月だったので、いい色出てるよね。でもこれは、ですね、いつも写真撮りに行くとお天気悪いんですよ。で、雨は降ってなかったんですけど、曇ってて、そこね、3時間ぐらい待ちました。日が出てくるんですよ。写真は我慢ので、雲の隙間から、どうしても自然光で撮りたくて、グリーンを自然光で撮りたかったので、
雲の隙間から太陽が出た瞬間ですね、すぐまた隠れてしまって、ちょっと新緑っていうか、まだ全然新緑どころじゃない、芽吹いてないんですけど、5月頃です。5月ですね、確かね。ゴールデンウィーク北海道まだ寒いですね。寒いですね。で、そうだ、その時に、ゴールデンウィークにすごい豪雪だったんですよ。今日ね、おととしなんですけど、豪雪で、私が行ったのはゴールデンウィーク明けでしたけど、雪が残ってますね。寒かったですね。まだ5月ってか、北海道ね、なんぼ咲いてますもん。桜が咲いてますもんね。はい。そうです。これまさか、あのご主人さん主人一緒に3時間待たせて、待たせてご主人さんはカメラ全然やらないです。ガラケーですしハンドメイドもやらないもちろん愛が深いから待ってくれるんですよね。きっといい写真が撮れるんだろうし、3時間や4時間や5時間大丈夫だよ。でも宿泊先がどこかわからない。間違いない。なるほどね。まあ北海道ならではね。また四季折々いい季節なので、真冬に行ってみたいですね。積雪の時ですね。でもどうやって行ったらいいのかな。車じゃ無理だしなと思います。まあ飛行機で行って、向こうどうするんですか。向こうはもうやっぱり貸し切りタクシーの方が。そうですね。レンタカーなんて向こうのことですね。その安心ですね。死ぬまでに一回行ってみたいですね。積雪の時。いやもうすぐ行きますよ。これ逆にちょっと私一番これはね好きな写真。いいね。この色これもお天気悪くて本当はもう少しきっと青いんですよね。青いです。これは、ね、これも北海道同じ時ですけど、北海道の青い池と、美瑛のちょっとですね。そうですね。これは確かのマックの表紙の写真ですね。あ、私のじゃない。青い池っていうのがマックの表紙になって何かのね、で有名になった、すいません言葉が悪い、有名になった池です。あそこでもいいね、大正池よりもいいね。あー、大正池も綺麗ですよね。大正池同じ原理ですよね。木がもうでもだいぶ大正池がなくなってきてるので、これだけ木はもうね、なかなかね、この綺麗な青が出ないんですよ。これも2時間ぐらい待ちました。写真は我慢です。あの1日2カ所行ったら終わりました。こことそこと。早見さんすごいね。すごいですよ。私アクティブですよね。これなんかもうそのままパソコンの画面にあっても。で、そうですね。あれじゃない。面白くない写真ですね。いや、そんなことないですよ。本田さん、こういうとこ行かないと。見てください。これ私なんか欲しいですもん、壁紙に。ありがとうございます。お送りしましょう。もらっちゃおうか。これはね、すごい綺麗なとこでしたね。時間つぶやさんですね。これでも、影がこちらへ来てる。もうね、昼ぐらいかな、朝、旅館を出て、宿を出て。これで3時間ある。そう、こっちが最初2時間の3時間ですね。で、1日が終わったという。昔は光をね、あんまり入れたくなくて、淡い色にしたいって変光フィルターっていうのがあるんですけど、BPL、それを使って、撮る方が結構多かったですね。ですね。今はあんまり皆さん気にされないですね。そうですね。また変光フィルターが高かった。やたら高かった。回しながらね。そうですね。そういう話もついてきちゃうっていうのがすごいよね。はい、ありがとうございます。ね、まあこれってなんか作品展かなんかにも使われた。使われてるんだ。使いますね。使ってます。そうですね。なんか仲間でこう夜の写真館、写真展とか。あ、そうですね。やりたいですね。なんか私は全然写真は上手ではないので、写真をいかに素敵風に見せるかとかそういうところに力が入ります。なるほど。ちなみにこれどう撮りますか。どう撮りますよね。難しいですね。これ被写体だとね。被写体だと。まず被写体にはならないですよ。でもどうしても白って言ったらします。しょうがない。もし仕事でこれ撮ってくれって言われたら撮ります。どう撮るんですか。
いや、私のことは素人です。僕これなら、うん、どう撮りますか。撮りますよ。あ、私はこれだけでは撮れないです。もういろいろやって、その中の一つとして、なんと、うん、何でしたかこれ名前は。何でしたかね。教えてあげましょうか。タマリンドです。あ、そう、タマリンド、はい、何かの中の、例えばいろんな、いろんな、私だとこう撮ります。あ、つまり、ね、あ、そうですよね。でも1個しかなかったら、1個しかなかったら、やっぱりあのここにぶら下げちゃう。あの1個しかなかったら花とか。あ、そうですよね。それいいね、ゾウさん。それがこうあの発想ですよね。でも、うん、本当はこれを取るなら、うん、そら豆とか、うんうんうん、エンドウ豆とか、うんうんうん、そういうものと一緒に取る。一緒にね。あ、いいですね。色合いもこう変えながらね。うんうん、なんかちょっと可愛いザルとかに、うん、手前からボケさせて、ボケさせて、ボケさせて、最後にここへ行くと。ああ、そうですね。そういう感じですね。ありがとうございます。あ、そうです、そうです。ね、この感じですね。そうね。あんまり素敵じゃない。はい。で、今日もですね、まあ、写真を今ご紹介いただいたんですけど、はい、カメラもいっぱいね、持ってきてもらってますので、はい、ちょっとあの愛用のカメラの、ね、はい、ご紹介なんかもちょっとしていただきたい。今のメインですか？メインは、まあ、この3台ですけど、フィルムは緊張するので、はい、うん、あのここぞという時にしか使えません。合わないと。この3台を首に捧げて、そうで片手に、いい、はい、片手にアンドロイドで、ね、4台ですね。え、iPhone と Android を持つ理由って何か違うんですか？こだわりがあるんですか？本当は iPhone1 台でもいいんですけど、あの写真が Android のソニーの Xperia なんですけど、写真がとてもそっちの方が綺麗なので、今は綺麗ですね。で、あの SNS に投稿するのに、やっぱし Android なので、で iPhone も一応保存用に使います。僕これが好きです。可愛らしいですね。先ほどね、女性の。それは女性の好きなやつって好きなんです。面白いカメラですけど。ペンライフ。PL5 です。5ですね。ちょっと古いんですけどね。そうですね。そうですね。内容もちっちゃい。そう。で、スカートの中は撮れるんですよ。そう、スカートの中。どういう意味ですかね。スカートの中を撮るときは、はい、こうし て, こ う, してこうすると、うん、ここにもうスカートもなくなるね。ああ、そうなんです。まあこの番組はちょっとお上品な番組じゃないですか。大人の番組ですからね。はい、これ好きだな。あの多重露出で撮るのが好きで、さっきのコスモスもそうですね。はい、多重露出が好きなので、うん、ミラーレスはおりまして、ブルブルってこちらのカメラです。そうです。やっぱりね、小型のカメラはでもこの製品もすごく良くなってきてますしね。若干撮ることが多いので、うん、どうしても単焦点で欲しいんで、いいシート合わせたいっていう。そうですね、あの、うん、レンズはルミックスのレンズなんですけど、うん、でもルミックスすごくいいんですよ。そう、ルミックス 1.7 なので。で、中山さんはアクティブですよ。だから撮るとき、もう膝まずくなんて感じなんで、もうベタッともう、ベタッつく、おばあちゃんのためなら、そう、何でもします。何でもする、そういう、こう、カメラマン魂を持ってたというか、案外ローアップルですか、皆さん。どうしても、はい、つくばらない。それから、キヤノンでは、そうですね、それが中級系、中級の方が、まあ、もう少し、セカンですね。これ、レンズだけでも、もっと高いです。10、10万。これが大体17、18万ですから、本当にこれでも30万。これ持てればいいですよ、ね。レンズ変えるのがめんどくさいので、ね、やっぱりズームでこれだけ広がりがあると18から200ですね。ですから、まあ望遠から広角
広角まで、うん、でこれ1本で、F 値がこれいくつでしたっけ、5、6ですか、もうちょっと低い、3.5 ですね、うん、すいません、3.5から、5.6 ですね、はい、ですから18ミリ側が 3.5 の開放、はい、うん、でテレ側の200が 5.6、ね、自動的に動いているという、ね、そういうレンズですね、うん、まあオールラウンドに使えるレンズだなという感じですね、困ったことないですね、そうですよね、まあ、今は困ったとこに行かないんですけど洞窟の中とか、そうそう、行かないです、ね、まあ、そういったことで、ね、今日は高見さんにね、いろいろ写真の方のね、現状と、それから今後の課題とともに、今年はこんなテーマでいくぞと、ね、いろいろお話を聞いて回ってきましたけども、最後にですね、お店の方の、はい、まあ、イベントだとか、ご紹介なんかをしていただけると思います、はいはい、2月のですね、3日に、北山の交差点を、うん、三幸方面に向かったところにある、うん、IG スタイルっていう、はい、リフォーム屋さんですよね、そこでモデルルームをお借りしてイベントをやります、はい、ハンドメイドクラフトのイベントですね、はいはいはい、これを開催するので皆さんよろしかったら、北山翔さん単独じゃないです、でも私が一応主催でいろんな、作家さんにちょっと声かけてもらって、モデルハウスの中をハンドメイドとか埋め尽くして、そんな感じです、素敵なところなんですよ、妹のか、はい、仕事の関係じゃあんまり言えないですけど、薪ストーブがあって、はい、で、そこ の, あの店長さんがアウトドアが好きで、ダチオーブンがあるので、あ、はい、そう、はい、ダチオーブンを使って、ね、ちょっとそのお料理の先生にちょっとやってもらおうと思って、もう塩釜の丸鶏とかね、そっちですか、かわいいパンとか、ちょっとワイルドすぎましたね、タイの塩焼きとか、ね、そうですね、私もそちらの方はちょっとそうですか、これもらいました、またあのね、あのお店の方にも私ども、まあ、これを縁としてですね、またお邪魔させていただければなと思っております、あとまた音楽もすごく好きなので、あの演奏がいいとか、そんなにまた声かけていただくとね、ありがたいかなと思いますね、はい、でもし一番初めですね、ちょっと申し上げるのを私の方に失念しておりましたが、石巻の場所にございます、はい、あの加藤慶一様とですね、はい、奥様の、お姉様ということで、はい、ご紹介の方ですね、応援しに来て、応援ね、ね、そうですね、そっくりな美人姉妹ですので、ね、よろしかったら、よろしかったらどうぞ、どうぞ、はい、どうぞ、どうぞ、美人姉妹、美人姉妹そうですね、はい、全然似てなかったんですけど、この子は小さい時からぽっちゃりしてて、私はもう半分くらいのスレンダーだったので、全然似てなかったんですけど、太ってきたらそっくりそっくり、でも雰囲気は似てますよね、私が母似で、彼女が父親になので、で両親が全然違う顔してたので、はい、全然似てないって言われてたんですけど、はい、太ってきたね、なんかお互いに近づいてきたそうそうそう、近づいてきた、ちょっと嫌だな、またあのいろんなのね、建築のお話なんかありましたら、あと建築さんの方へ、そうですね、よろしくお願いしたいと思います。建築さんまたここに多分あの出る時には、ね、そうですね、CM が流れる、あの CM が流れるとありますからね、はい、よろしくお願いいたします。で、この後はですね、撮影会の方にも入っていきますけども、今日は新年ということでね、ありがとうございました、まあ、以上をもちましてですね、ネット配信テレビ、ドヤシチャンネル、夜の大人写真家第19夜ですね、
お開きとさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。DT カフェさんにおりましてね、収録の方させていただきました。ゲストのですね、稲上さん、それから、妹さん、加藤健介さん、それから、モデルの太田さん、ね、本田さん、今日もね、お疲れ様でした。ありがとうございました。とてもね、楽しい、収録ができたと思います。めでたくですね、今年もスタートしたわけですけども、また今年1年、楽しく皆さんと共にですね、写真のこと、人生のこと、それからこんなとこ行ったよ、こんなことやったよというのをね、楽しく皆さんにね、放送を通じて、仕上げていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。ネット配信テレビね、豊洲チャンネル530、夜の大人写真館第19夜ということで、今日お送りいたしました。今年も1年よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。